リストラの縁は、春風亭翔太による新作落語の演目。部下と飲みに行っても絶対におごらないほどケチで有名な部長から、ある日二人だけで食事をしようと誘われ、男はう頂ょで帰宅する。すると妻に、それは、近々あなたがリストラされるかもしれないから、その前の部長からのせめて物選別よ。と言われる。そして、 最悪の事態だけは避けなければならないと妻が最近雑誌で読んだというリストラされにくいタイプをメモに過剰書きし書かれていることを参考にしながら食事してくるように妻に助言される男が店に入る前にメモを確認してみるとその内容は不要家族が多い受験を控えた子供がいる学歴を鼻にかけない時々口答えをする人事部の人と 仲良くするといったものであった。さて、男がレストランに入り、いよいよ部長との会話が始まるのだが、項目を無理やり満たそうと、3年前に他界した父親を生き返らせたり、結婚2年目で大学受験を控えた子供がいる、といったあまりにも強引な嘘を並べ、極めつけには、自分は大学どころか小学校にも6人行ってないとまで言い放ったため、 当然部長との会話は弾まない。走行ううしているうちに料理が運ばれてきたのだが、ここで男は口答えするのを忘れていることに気づき、部長から調味料を取るように頼まれても断固として断ったため、部長の機嫌はますます悪くなる。と、ここで部長から実は今度人事部に移ることを聞かされたため、途端に男は良い章を始め、 部長のステーキに醤油やソースをかけまくって、びしょびしょにしてしまい、これに切れた部長は、とうとう帰ってしまう。そんな調子で怒って帰宅した部長だが、この話を聞いた部長の奥さんはカンカンに怒り、今朝部長に渡したメモをもう一度、読む余裕。すると部長は、部下とうまくいかない上司は、リストラの対象です。 とメモを読むのであった。ありがとうございます。